未来へ、未来シティ研究所。今の暮らし、その一歩先を願う。もうすぐ離れ離れたね。そうね。彼女の勤務地は大阪。ありがとう。配属先も決まったことだし、何かプレゼントするよ。本当？私ジョギング始めたからシューズがいい。いつ始めたんだ？最近会ってないのかな。2人は都内のスポーツショップへ。これかわいい。なんか趣味変わったな。そんなことないで。なんで関西弁なんだ。すいません、はい、これの23センチってありますか？23センチ、少々お待ちください。はい。こちらのお兄さんも新人さんみたい。最高あるはずなんだけどな。電車の時間があるんだけどな。願うはスマート社員。未来創造兄さん、よろしく。任せてみむちゃん。こんにちは。新人さんでも即戦力になれますよ。本当ですか？これからはこれ RFID を使って簡単に商品を探すことができます。これで全ての在庫がどこにあるか把握できるんです。ピンポイントで商品を特定。なぜこんなことができるの？ RFID は IC タグを使った自動認識技術のことです。在庫情報を一括読み取り、検品や棚卸しがスムーズになります。これがあれば僕もベテランスタッフになれるんだ。ではちょっと時間をバック。これの23センチってありますか？23センチ、はい、あります。探す手間が減り、大幅な時間短縮に。あった。 RFID はマーケティング調査にも役立ちます。これいいな。でもちょっと派手やね。次々。ガラスに内蔵されたアンテナにより情報を収集。おすすめコーディネートの提案や商品がどのぐらい手に取られたかなどの情報を入手することができます。お互い仕事頑張ろう。せやね。また関西弁。靴ありがとう。元気でね、マサル。え、ちょ、ミム、おい、俺はたけしだー。新社会人の2人に幸あれ。マサルって誰だよ。